70% 超えた。ナインエス、まだ。もう少し。92%。トゥビル、ブラックボックスを。トゥビー、司令部に報告を。司令官、トゥービー、ナインエスも一体何をしてるんだ。地上のユラハ部隊がウイルスによって乗っ取られたんです。僕たちは暴走したユラハ部隊をブラックボックス反応で。ウイルス、何を言ってるんだ。地上からはそんな報告上がってないぞ。あれは偽装です。現在バンカーの通信は封鎖されていて。そもそも命令もなく戦場からなぜ戻った。だからユラハ部隊が暴走して。いや、汚染されているのはお前たちじゃないのか。違うんです。トゥービー、ナインエス、貴様たちをウイルス汚染の疑いで拘束する。待ってください。司令官、退避します。くそ、
扉が。バンカー内部にウイルスが入ってるのか。それも生命か。オペレーターさん。違う、ダニエス、あれは私たちが使っている問題。ネットワークに達人話しかけている。そんなことが。ずいぶん楽しませてもらったけど、もうここの基地が終わり。現地状況のもの。
まだ意識が。トゥビー、油断しないで。司令官、この基地はもうダメです。一旦退避しましょう。どうしてお前たち二人は汚染されてないんだ。わかりません。いえ、おそらく僕がデータ同期を保留していたからです。以前バンカーのサーバーデータにノイズがあったので、それが気になって。そうか、どうして。アクセスユニットは汚染されています。格納庫に行って飛行ユニットを奪いましょう。司令官、格納庫から飛行ユニットで脱出します。
私は行けない。司令官。私もサーバーとデータ同期をしていたからな。でもそれならナインエスが。そんな時間はない。お前たち二人は最後の夜派部隊なんだ。生き残る義務がある。司令官。それに私はこの基地の司令官だ。せめて最後まで上官らしくいさせてくれ。トゥービー、目視が。司令行け。トゥービ
16% に上昇。 NFCS 回路に異常を検知。他のアンドロイドに汚染を広げないようにしないと。ボット、アンドロイドの反応が少ない地点を検索。報告、商業施設の廃屋付近が該当。警告、ウイルスを除去しなければ夜破機体 2B に深刻なダメージ。分かって警告、ウイルス汚染度 21% に上昇。汚染の除去と再起動。報告、ウイルスは事故のアルゴリズムを高速で回転進化しており、除去が困難。32% に上昇。視覚処理システムに異常を検知。Thank you.
2B のブラックボックス信号を検索。 2B のブラックボックス信号。地図にマーク。警告、大型の信号を感知。地下の構造が不安定になっている模様。大規模地震の可能性を示唆。推奨、早急な離脱。離脱。そんな！ヨルハキ隊 2B のブラックボックス信号は途絶。死亡を確認。状況を共有する。ヨルハキ隊 9S は本日破損部分の復元修復が完了。再起動可能状態にある。ヨルハキ隊 A2 も再起動予定。提案、ライトの点灯確認。A2 および 9S 機体の安全の確保。問題ない。ならば残りの課題は一つ。我々はヨルハ支援システム A2 および 9S の機体が稼働するなら随行支援する義務が存在する。同意。 A2 および 9S の位置を表示。それじゃあ司令部を行ってみよう。ここは私が。ダメ、陽子。識別番号 A2 の起動を確認。おはようございます、 A2。 なんだお前。私は随行支援ユニットポント04にヨルハキ隊 A2 の射撃支援を担当。そんなこと頼んでない。皇帝、 A2 からの依頼は受けていない。
この行動は全随行対象機体の 2B からの最終命令として記録されている。必要ない。ヨルハ機体 A2 にその判断をする権限はない。勝手にしろ。一体何なんだあのでかいのは。不明。役に立たない箱だな。すぐに壊れないでくれよ。要請。ヨルハ機体 A2 の行動目的の開示。なんでいちいちそんなことを。支援する上で必要な情報と判断。教える理由はない。また殺されに来たのか。来い、遊んでやる。要請。ヨルハ機体 A2 の行動目的の開示。教えないって言っただろ。随行支援ユニットは対象支援機体の行動目的が開示されない場合、要請プロセスが30秒に一度自動的に実行されることになっている。はあ？推奨。速やかな行動目的の開示。不必要に会話を繰り返すのはエネルギーの無駄と判断。お前が勝手にやってるんだろう。やってみるか。30秒経過。要請。ヨルハ機体 A2 の行動目的の開示。目的は機械生命体をぶっ壊すことだ。分かったか。了解。付近の機械生命体のスキャンおよびマーク完了。砂漠地帯に大型の適正機械生命体を感知。推奨。大型機械生命体の破壊。私に命令するな。否定。これは命令ではない。ヨルハ機体 A2 の行動目的に対する支援情報である。推奨。情報に不満がある場合、行動目的の更新。うるさいだまで。否定。本支援ユニットはヨルハ機体 2B の最終命令によって行動中。ヨルハ機体 A2 に命令権限は存在しない。勝手にしろ。邪魔するな。了解。
土砂撃による強制停止。いらっしゃい。